島先生、島先生、何ですか。変な本、変な本ください。あげます。もう映ってるけどね。あ、ビー砂漠の40日間出ました。まあ、これはもう泣く子も黙るメビウスの作品ですね。いや先生、泣いちゃいそう。はい、はい、黙ってください。メビウスっていうのはどうなんですか、ご存知ですか。メビウスは、作家さんのお名前ということですね。あ、そうです。この作家はメビウスという漫画家ですね。はい、うん、フランス人です。知りませんでした。メビウスはですね、別名にもジャン・ジローっていう、まあ、別名義もありますけど、はい、あの、まあ、2つの名前を用いて、まあ、多少作風の異なる、うん、作品を、まあ、作り続けてた、まあ、フランスの伝説的な、まあ、漫画家の人、はい、でメビウス名義の方はちょっとあの幻想的な、漫画を描く。ジャン・ジローの方は4コマ漫画か何かを、あの新聞連載みたいな、そんなんじゃないです。コボちゃんみたいな。ジャン・ジローの時はあの西部劇みたいな、割と形式がはっきりしたものを、ストーリー漫画を書いてました。はい、メビウスの方はストーリーはありつつも、あの非常に、まあ、これなんかもそうなんですけど、まあ、瞑想的な話が多くて、これこんな感じの絵なんですね。はい、で「ビー砂漠の40日間」の、まあ、話はどんな話かと、まあ、おぼろげにストーリー性があるっちゃあるんですけど、まあ、一人の男が砂漠の中で瞑想をしていると。その男の前に、まあ、数々の、はい、まあ、幻想というか幻影というか、へー、幻が、まあ、現れては消え、現れては消えと。この絵がね、非常に素晴らしい絵たちなんです。もう、まあ、惚れ惚れする。もう本当にこの1ページ1ページごとのこう、まあ、絵の連続、はい、ということなんですね。で、まあ、じゃあストーリーは、まあ、本当にこの現れて消え、消えの連続の中で男が、まあ、瞑想を続けていって、まあ、最後どうなるかというね、うん、お話なんですね。でこれは僕もものすごい好きな画集で、はい、まあ、大事な一作というかね、うん、もう本当にいつ見ても楽しめるし、まあ、何度でも味わえるという作品ですね。でちなみに言うと、これ何が、まあ、見てもうすぐすごいんですけど、これね、実はこの1枚1枚、原寸大だそうですけど、うん、この同じ大きさで描いて、しかもこれらは下書きなし、修正一切なし、一発書きです。おお、これをね、一発書きっていう、そう、ってなりますよね。で一つに、まあ、3時間から5時間ぐらいかけて描いたと。早い感じがしますよ。できてしまうんですね、3時間、まあ、どう思うかですよ。これをまあ3時間5時間でかけてたら普通の人は無理だと思うし、はい、しかもこれね、一発描きかっていうね、驚きが、すごいですよね。すごいですね。あの、ぜひ皆さんもお手元にと言いたいのですが、現在これは絶版でして、うん、まあ、復活を望む声もまあ一部には当然あるんですが、島先生家に襲撃しろって話ですか。僕に襲撃してた。襲撃して強奪してこいって言われて、出版社に掛け合ってくれと。あ、そうですか。さあ、これ、本国でも実は高値になってまして、フランスでも、はい、日本のアマゾンでちらっと見たら、まあ、うん、万円で、はあ、普通に一番高くて、いろんな、あの、値段ついてるじゃないですか、はい、一番高い値段は89万円でした。すごいな。売る気あんのみたいな値段ですけど。それ89万はもちろん中古ってこと。中古で89万、中古で買って、これ塗り絵と勘違いしてて色塗られてたのがつきますよね。贅沢な使い方。贅沢ですね。これだから中古で見つけて、まあ1万円程度だったら、まあ、即買いした方がいい。おお、比嘉先生、はい、この本星いくつですか。これはですね、2個ですね。2個、すごい本、星3個ですね。星3個。これも変って言っちゃっていいのかなという、でも変は褒め言葉ですよ。すごい本でした、これは。はい。